今日は、はい、いろんなゲストを、まあ、僕のお友達を紹介してるわけですが、お友達を、はい、今日は、トップバッターではないが3番目そうっすね、バッターさっきの益子さんの、はい、3番目に出てくれた、はい、岡本図から、はい、浜岡本君です。はい、浜です。よろしくお願いします。すごいですね。すごいっしょ。グレート前川専門チャンネル。専門チャンネル。これ別にあのカード買わなくても大丈夫です。カード買わなくても見れるやつです。見えるやつだから。これすごいわ。よく出てくれたね。いえいえ、もう当たり前じゃないですか。まあ FM802 っていうと、はい、ね、あれ浜はレギュラーしたのってあれ、そうですね、2010年11年かな、10年ぐらいか、はい、ミュージックリークスという番組を、あれでゲスト出してもらったから、ね、そうですね、来ていただいたりコメントいただいたり、いろいろとお世話になりました。802行ったらもう俺802の絡みのミュージシャンって言ったら、俺の中ではもう今はね浜岡本ですから、ね、あ、本当ですか。もうスクービードゥとフラワーカンパニーズにはもういつもお世話になってますからありがとうございます。いやいやいや、いや、はい、でも今日お疲れでした。 ありがとうございます。どうだった先ほど終わって、いや今日なんかこう音玉毎年出させていただいてて、うん、今年はなんかこう特に暑さが、うん、こう際立つなという感じで、うん、ステージもこう熱気に包まれてましたけども、うん、まあ大きい方でやらせていただいて盛り上がったね。ありがとうございます。すんごい見ていただいて、ずっと横と後ろの方でも見に行ってたんだけど、そうですね、最近のモードで久しぶりにこう大阪のフェスに出れたんで楽しかったですね。大阪、まあでも違うか、どっちなんて、やっぱ、まあ、地元は東京なんだけど、あ、もちろんもちろん、まあ第二の故郷みたいなもんじゃ大阪は。そうですね、まあ、ハーフみたいなもんなんだよね。そうですね。やっぱりなんか特別な思いとかあるの大阪だったら。でも本当にうちのバンドはもともとデビューしたての頃から、うん、やっぱ東京より最初に大阪のお客さんにすごい気に入られて、あ、で特にでも僕も今みたいにあんまり喋ったりとか全然しない頃なんで、そうだね、マイクとかなかったもんね。そうそう、なかったんで、だから多分バンドとして普通に受け入れられたのは大阪の方が、だから大阪ワンマンの方が先に売り切れたりとか、そうなんですよ。だから大阪は割と我々今年もだってもう何回来たんだろうっていうぐらいいろんなイベント呼んでいただいたりとか。それどっかでも聞いたことあるんだけど、はい、俺も20年前のデビューの時、うん、東京より先に火がついたのはね関西の、そう、大阪だったんだよね。まあ携帯はちゃうかもしれないけど、なんか独特のさ、うん、ノリってあるじゃん、やっぱり大阪、ね、関西は、うんうんうん、そこに受け入れられる何かっていうのはあるんでしょうね、なんか ね、こう、まあ、こういうバンドで一緒にしちゃいかんけどさ。いえいえ、本当にでもなんか本当に好きな土地ですね、うん、そうなんだよな。まあ俺は浜君とは、はい、まあ5年ぐらいの付き合いか、デビューぐらい。そうですね、だから僕が18、9ぐらいですかね、うん、初めてグレートさん会ったの。何が近いかといったら家が近いっつう。近所だいろんな近いがありますけど、ね、そういろんな近いっつうの、まあバンドが、ね、近所だっつう、対バンがあったりとかでもあったんだけど、はい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 、それよりも俺がね今住んでるとこの家で多分ミュージシャンの中では、はい、一番近いとは言わないかな。まあでも本当に近いでしょうね。近いランキングでは相当近いじゃないですか。だからこうやってさ、まあ俺が俺ん家から駅はちょっと遠いんだけど、はい、駅まで歩くと浜がおるみたいなね。そう、一回グレーツさんが携帯の機種変をした帰りに出会ったことがあって。そうそう、あったね。変えた、今変えてきた。今スマホに変えたって別に。今スマホにしたって。いらん情報な。あ、僕今聞いてるとこですよね。そうなんですかっつって。そうそう、ありましたね。あったな。駅前でね。駅前のあった。そういう中なんですけど。あの近所のさ、動物病院あるでしょ。わかります。まあ、あんまり深く言え。動物病院ありますね。それ一回行こうと思ったんだけど、あそこで働いてる人でめちゃくちゃ可愛い子。知ってるそれ。いや、知らないですけど、うち犬飼ってるんで。あ、そこあれなの。お世話になったりしてるんで。そうなんだ。僕はね、直接も行かないから。行かないんでちょっとわかんないですけど。一人ね、まあ、俺好みなのか知らないけど。獣医さん、ナースさん。ナースさんが。で、俺いつもまあ大体機材車で撮るんだけどさ。でまあ、信号あったでしょ、ね、ありますね。撮ったら、お、今日もいんなみたいな。ここでこっちね。まあいいからいいから、こっちとかな、ね、こっちら辺にあるわけよ。ありますね、登ったら、うんうんうん、そうなんだ。そこはその辺あんまチェックしてないんだ。あんまチェックしてないです。ちょっとチェックしてみます。まあ、ちょっとあれかな、年がまあ俺らのちょうど間ぐらいにと思われるぐらいの人だから。なるほどなるほど。俺からストライクだけど自分からはストライクになりにくいのか分からない。ちょっと見に行ってみますね。一回見に行ってみる。ちょっとチラッとで、あ、この人って喋っとってるから
写メ撮ったら撮ったら怒られちゃう捕まっちゃう方だからな写メ撮ったら怒られちゃうから今そういう問題すごいらしいからね やばいですよやばいですよ本当になほんとやりたいなとは思ってますそうだなだからもう 4,5 年前に大阪ジャニスでジャニスでねやってその後新宿のレッドクロスでやったけどやりましたねあの時ドラムでもミスター小西骨折した直後だったからこの音玉の打ち上げだよそうだからその3日後ぐらいに久原くんにドラム叩いてもらってキュウちゃんがもうほんとナイス代打やってくれてナイス代打であの時以来打つ場ないよねそうっすねなんでちょっとぜひ今のモードでフラカンとちょっとあ俺らも今のモードでちょっと対決したいんで、ねはい、あと動物病院のナースさんによろしくお願いしますっていうことでチェックはしときますねチェック、はいなんならちょっと CD 渡しとこうかなこれ渡しておこうかなこういうバンドやってますみたいな近所なんですけどいやいやいやはいごめんね今日疲れるところ全然ありがとうございますそんな汗びっしょりだけど大丈夫汗すごいんですよ、ね、すいませんね、はい、ということで FM802、勝手に FM802 レディオクレイジーへの道でした、はい、今回のゲストは岡本から浜岡本くんでしたありがとうございました